おはようございます、今回はですね、多田哲也、初めて安土の地に足を踏み入れました。ここはですね、城郭資料館の前にあります、相撲櫓なんですが、安土といえばですよ、安土城、そして安土城といえば織田信長、まあ信長といえばですね、相撲をこよなく愛しまして、この安土の町にもこの相撲を広めたという方なんですけれども、まあ今日はですね、もっともっとこう織田信長を知るためにですね、ツアーに参加したいと思います。今回はですね、安土町観光協会が主催します本間門ツアー、そしてですね、寺ヨガ、この2つのリポートに行っていきたいと思うんですが、まあ僕は分身の術は使えませんので、今日はですね、サポーターにもう一人呼んでおります。ゆきちゃん、はーい、はい、来ていただきました。おはようございます。おはようございます。はい、今日も朝早くから安土に来ていただきまして、来ましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきちゃんは以前にもこの観光協会でレポートをやったんですよね、はい、そうなんです、うん、ちょうど先月に岐阜県可児市金山まで行きまして、はいはい、安土町観光協会の皆さんと、はい、そして蘭丸くんと一緒に、金山祭り若獅子蘭丸2011というイベントをリポートしてきたんです。そのイベント、もうすごく楽しかったですよ。皆さんが戦国の格好をして、はい、こう武者行列とかあったんですけども、本格的でした、はい、戦争の、まあ、戦国の格好というと、そうですね、これも我々の格好はそうです、陣羽織という、陣羽織、はい、武士がこう戦いに挑む時に羽織った、はい、着たと言われている。なるほどなるほど、はい、じゃあ僕もちょっと月ひげとかした方がよろしかったですか。あ、いやもう十分十分です、はい、十分です十分、まあそれにしても我々この陣羽織の下は結構普通な格好なんですけども、そうですね、ちょっと軽装かなみたいな、ね、でもちょうどですね、この、はい、裏駅から出てこられる方はですね、はいはい、非常に本格的な格好をされてて、そうですね、うん、見る人なかなか本格的です。まあ、このまま私は登れるのだろうかと、いや私も歩けるのだろうかと、ね、いやでも精一杯の山登りルックです、うん、これは山ガールルックね。そうですそうです、はい、山ガールです今日は、まあ、オシャンティーな山ガールとですね、はい、今日は僕多田哲也が、はい、山を登ります、安土の町を練り歩きますので、はい、ぜひぜひ皆様ね、一緒にこう登っている気分でご覧いただければと思います。それでは、今日一日安土の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います、はい、では行ってきましょう。行ってきます。私は今寺ヨガツアーの集合場所であるここ石寺楽市前に来ております。私は先ほど多田さんと城郭資料館前でお別れしまして、寺ヨガツアーの担当ということで、これから観音障子へと続く表参道を歩いていきたいと思います。さあそこでいつものあの大人気の彼を呼びたいと思います。蘭丸くんです、どうぞ。蘭丸くん、おはよう。そして久しぶり。この間のツアーというかイベントもすごく楽しかったよね。今日は観音障子へと続く表参道を歩いて、石段を1300段も歩くみたいなんだけど大丈夫？歩ける。蘭丸くんとっても元気です。私も元気に行きたいと思います。ちょっと格好は軽装で不安ですけども、蘭丸くんとそして参加者の皆さんと一緒に観音障子を目指して、そして観音障子での寺ヨガを楽しみに、これから今日一日頑張っていきたいと思います。それでは寺ヨガについてお話を有限会社マーメイドの大橋さんに伺っていきたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。今回の寺ヨガですけども、どういったきっかけで開催することになったんですか。はい、この秋の素晴らしい時期に、この観音障子という、お寺という特別な場所でヨガをさせていただく機会を、住職のご協力のもといただきましたので、たくさんの方に、神秘的な、そしてリフレッシュできる経験を、していただきたいと思い企画させていただきました。そうなんですね。この寺ヨガは何回目ぐらいなんですかね、開催されて。はい、この春に一度初めてさせていただきまして、投票をいただきまして、この秋の時期にさせていただきたいと思いまして、企画させてもらいました。そうなんです、ね、じゃあ今回は2回目ということですかね。はい、あ、じゃあ参加者の皆さんも随分多いんじゃないでしょうか。そうですね、前回参加していただいた方も含めて20名以上の方が、応募いただきました。
私は今回初めてなんですけども、寺ヨガツアー頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今からついにスタートするようです。観音障子を目指して1300段の階段と山道を乗り越えて、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。行ってきます。じゃあ蘭丸くん、私たちも行こうか。あー、すごくファンがいっぱいだけどドキドキもいっぱいだね。じゃあ一緒に行こう。さあここからがいよいよやっとスタート地点に来たあたりなんですけども、ここに来るまでだけでも結構な急な坂道でややヘロヘロなんですが、ここからということでまだまだ頑張っていきたいと思います。行ってきます。29 30 31 32 33 34 35 36 37 38。ようやく中間地点まで来たようです。いやもうここまで来るだけで本当に疲れました。まだ疲れててはダメなんですけどね。目指す観音障子まではあと300メートルほどらしいので、まだもうちょっと頑張っていきたいと思います。景色は絶景なんですけど、ちょっと足元しか見れませんが頑張っていきます。応援しててください。私も疲れた後ちょっと思わず言ってしまったんですけども、ここ見てください。メッセージが書いてあります。昨日より今日、今日より明日。すごい一歩一歩前進して前に進んでいけっていうことでしょうか。こういうメッセージがまだこの先にも点々とあるみたいですね。いやー、とっても励みになります。これで皆さんもこう心をさらに強く持って頂上の方まで目指していこうという気持ちになりますね。メッセージ一個一個読む気持ちで私もまだまだ頑張ります。よし。あー、蘭丸くん、すごい景色が一望できるよ。でもだって1300段も石段を登ったもんね。頑張った甲斐があったな。あれ、あそこに見える山、三笠山って言うんだっけ、違う、なんて言うんだっけ。あ、三上山、ありがとう。あ、大見富士って呼ばれてるんだ。滋賀県の富士山みたいなものかな。すごい、それも綺麗に見えてるね。いい天気でよかったね。はー、楽しい。はい。すごい、今蘭丸くんからすごいこと聞いちゃった。三上山の山頂は観音障子の高さと同じなんだって。すごい、それはトリビアみたい。わー、すごい、ありがとう蘭丸くん、さすが物知りだね。たった今ヨガの方が終わりまして、今からこちら本殿の方でご住職様のありがたいお話が聞けるそうです。
一体どんなお話をしてくださるんでしょうか。私ご住職様のお話とかを聞いたことがないので、すっごく楽しみにしております。本殿の中には鐘もあるようですね。厳かな雰囲気が漂っています。こちらでご住職様は一体どんな話をしてくださるんでしょうか。今からじゃあちょっと聞いていきたいと思います。一番このくらいが反応じゃないけども、正しい中国絶命、大概この英語で大概絶命ラーメンしてそしてまた、もしも言うと一緒の例えば、私苦しいこういった方が、お方が先生とおっしゃってくれないので住職様のありがたいお話も終わりまして、お守りもいただきました。今から内陣の方へご案内していただけるそうなので行ってまいりたいと思います。千手観音菩薩様と対面してまいります。では行ってきます。こちらにちょっと説明書きのようなものが、工房アンドームさんの大きに弁当だそうです。新鮮な地元野菜をふんだんに利用したお弁当だそうで、美味しそうですね。色もすっごく鮮やかで、あ、ますますお腹が空いてきたので、私もそろそろいただいてもいいですか。いただいてみたいと思います。ありがとうございます。食べてきます。私のお弁当の番がやってきました。こちらです。あずち献立、ちょっとめくってみようと思います。お、かわいらしい、よいしょ、ピンクの箱で、では開けてみます。あ、開けた瞬間にもすっごいいい香りがしました。今長寿府の和え物ですね。から食べてみたことですか。11月18日から衣笠三観音がスタートしたということで、衣笠三観音について、観音商事のご住職にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちらの衣笠三観音について教えてください。はい、この三観音を言いますのはですね、あのうち観音商事ですね、そして京林坊、そしてあの石場寺、この衣笠山にあるその3つのお寺が協力し合って、これからこういろんなこう地域、そして観光振興に努めていこうかなっていう、そういう観光名所なんですかね。で、あのこの3カ所ともあの全て聖徳太子が建立してるんですよ。はい、でまた三観音って言われるぐらいですから、3カ所ともそのご本尊っていうんでしょうかね、それが全て観音さんのがご本尊ですね。この広めようというところで寺ヨガのツアーなどを組まれたんですか。そうですね、まあ、寺と言いますのは何もそのただこう皆さんこう拝みに来るというものではなくね、こういろんな方々、いろんなこう
方々にお見えいただいて楽しんでもらうという空間ですからね。ですからあの寺でヨガってこうねあれですけども、ヨガであったり、まあ、その他いろんなことにこう寺を活用していただけたら、まあ、ありがたいなというふうに思いますね。じゃ今後ももっともっと広めるためにいろんな活動をされていくということですね。はい、衣笠山観音についてお話をお伺いしました。ありがとうございます。さあ本日の寺ヨガツアー、いよいよ最後の場所杏林坊へとやってまいりました。こちらではまたご住職様のありがたいお話と、そしてこちら幸せの石で作ったお守りがこちらで完成するということで楽しみです。さあもうちょっとね、山を登ったり降りたり登ったりで、ちょっと実は足はもうプルプルしてるんですけども、お守り作りしに行ってまいりたいと思います。ちょっとこう締めていきますと、あのイメージいただけるんじゃないかと思うんですが、中から見える外の景色ですね、自然を切り取って、まあ、一幅の山水画として楽しんだという、掛け軸庭園というふうに呼んでおりますが、そういう江戸時代の粋なところということも言えるかと思います。壁の中に10センチぐらい水が溜まるような仕掛けになってまして、上から壁の中に水が落ちますと中で反響して外の様子に根が出るという仕掛けなんですが、竹の筒に耳を当てていただきますとより音がよく聞こえますので、ぜひ見てください。このお守り、こちら衣笠山観音の3つのお寺を回って完成するんですけども、今日は残念ながら石橋が回れておりませんので、次こそ石橋も回って3つの石をつけて幸せの石のお守り完成させたいと思います。いやー、ここの杏林坊もお庭がとっても綺麗で、さすがわびさびのお寺といった感じでした。次の企画もとっても楽しみだね、蘭丸くん。これからも蘭丸くんと一緒にいろんな体験していきたいと思います。さあやっと合流できました。はい、お久しぶりです。ご無沙汰しておりました。ゆきちゃんと合流するだけじゃなくて、はい、蘭丸くんもいるなんて。そうなんです。ちょっと贅沢な感じですけれども、癒されるでしょう。ねえ、じゃあちょっと今日ゆきちゃんどうだったですか。いや今日ね、寺ヨガ、もうすっごいリフレッシュできましたよ。あら、すごかったです、はい、もう。まあでもリフレッシュ度なら負けませんよ。あ、本当ですか。こっちもずっと朝から歩きまして、はい、こう山の香りに癒され、こう足元のね土の柔らかさを、そうですね、踏みしめて、味わい、そうですそうです、うん、そしていろんなことを勉強してきました、はい、もうね本当にいい一日でしたね。そうですね、もう清々しいですもんね。そうですね、もう非常にですね、こう内容的にも盛りだくさん、はい、になっておりますので、ぜひこれ皆さんにもね、はい、体感いただきたいですよね。ぜひ、はい、まあ、僕の方がですね、はい、まあ、本間門ツアーということで、ゆきちゃんのが寺ヨガ、寺ヨガということで、はい、まあ、丸1日かけてね、うん、遊ぶには持ってこいですし、そうですね、まあ、1日だけじゃなくて2日っていうのね、うん、両方味わっていただければ。それ贅沢です ね、 ね、うん、まあ、今後もね、開催していくというようなお話もいただきましたので、はい、ぜひぜひ皆さん次回の際はですねエントリーいただきたいなと思います。はい、はい、というわけで今回はですね、非常に楽しい一日をここ、とっても楽しかったです、安土で過ごさせていただきました。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。